はい、よろしくお願いします。今年ももう終わりですね。今日は忘年会的な感じでですね、好き放題やってもらえたら嬉しいです。その前に、勝手に僕は今日定員なんで、いつも通り それ以降は好きにやってもらいます。よろしくお願いします。中野圭司です。今月作った曲、2曲やろうと思います
皆さん楽しかったですか？はい。本当ですか？どうしますよ。やっちゃいますか。なんだかね、ライブをやってる時は楽しかったんですけどね、ライブで、ね、私生活の部分ではですね、落とし穴が満載なんですね。あれよあれよと一瞬わーっと落ちて、へい着地みたいな格好つけて、もう一歩踏み出したらまた落とし穴みたいなね。そんな一年だったんですが、でも、まあ、ここで働いたりしてたからね、楽しいことはいっぱいあったんですけど、そう、この間メガネ割れたって言ったでしょ。ふおなの。でね、この間クリスマスに嫁がですね、メガネ買ってくれまして、これすごい嬉しくてですね、めっちゃおしゃれになって、なかなかいい年じゃないなと思ったら、2日後に歯が枯れまして、卵の殻を噛んだやつで負けちゃいました。かっこいい、かっこいいか。最後は最後までって思いましたけど、でもやっぱね、よくよく考えると希望がいっぱいあって、まあ、今日とかもそうですよね、楽しい1年だったんじゃないかなと結局思いました。それもこれも、ここからはまあ営業です。営業トーク的に言いますけど、の、ジャンクションパーティーがあったからじゃないかなと思います。ラバラバのジャンクションパーティーがなかったら、こんなに楽しいなって思う人生じゃなかったなと思ってます。拍手。今年でとりあえず、まあ、一旦今年は終わりですけど、来年もジャンクションパーティーをやっていきます。まあ、何はともあれね、やっぱりね、僕はこういう日好きです。そんな風にプロを目指すとかね、まあ、目指してる人もいるでしょうし、若さを踏み取りに来てる人もいるし、とりあえず自分で作った歌、もしくは練習した歌を披露したい、そういう場所が僕にあった。そして来た、飲んだ、歌った、周りでみんなで騒いだ、それがやっぱり根底なんじゃないかなと、やっぱりね、音楽ってと思ってるので、Yes、楽しんで、愛の手のタイミングが下手。さすね、こんな感じでやっていきましょう。今日ありがとうございます。僕はこれからちゃんとしっかり働いて皆さんのサポートをしていきますので、よろしくお願いします。なんかこれで終わりそうだけど、来月ワンマンやりますね。1月の26日に新コーヒースタックスレッドでワンマンやりますので、ぜひとも来てください。それとですね、昨日給料日だったんですけど、いろいろありましてね、ほとんどなくなりました。まあ、なんとか暮らせるなっていう算段なんですけど、年明けにですね、親戚周りに行く際にですね、ガキどもにお年玉をあげないといけないですね。そのお年玉の金が不安でしょうがありません。なので今日物販持ってきてます。CD がありますので、よかったら買ってみてください。あ、ごめん、ありがとうね。はい、よろしくお願いします。というわけで、この後も楽しんでいきましょう。中村圭司でした。夜が来るぜっていう風に終わりましょう。いつも見ていた夕焼け空が変わりそうな夜が来るぜ。深手を背負った君も眠る。優しい声が夜が来るぜ。流れる人や川辺の顔が見えているかい。昨日ことが体を貫く、ここまで追
きゃいけないことがあったのさ。タバコふかした歩け歩け行くなら今だ。ありがとうございました。